はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。かえでさんちへようこそ。はい、皆さんお元気でしょうか。鉄板の滑らないお話ないです。はい、ないんですけど、まあ、どういうのが滑らない話なのかっていうのは、まあ、いまいち私もね、知らないですよ。知らないっていうか、深夜番組でさ、深夜番組でしたっけ、ね、松本さんが MC としてっていうか、冠番組でやってたね、あの番組がありますけど、まあ、あれのやつで、まあ、みんなね、真似して、滑らない話がありますっつって、まあ、いろんなところでねお話をしていることがありますけど、大体その芸人さんだったり、まあ、タレントさんがそういう話をするとね、どっかで聞いたことあるなっていうのが多かったりとかしていて、うん、まあその同じ話だけど、あれ別の芸人さんからそれなんか聞いたことあるぞとか、なんかそんな感じがするで、滑らない話って TVK かな、なんかだいぶ前にその歴史の人物、光源氏だったりだとか、源義朝とか、義朝だっけ、あのね、義経とか弁慶とかが現代、もし現代に蘇ったらどういう感じのね、話になるか、まあ、なんかそういうのがあって、でそれの関連の番組かわかんないけど、まあ、そういうのでね、あのね、徳川十五代の将軍が出てきて、まあ、その松本さんのね役のその徳川の何代目かの人がこう振って、うん、15代のね、よしあれ喋れって言って、うん、そういうことがあったんだけど、なんかね、うんって感じかな。なんかかなりパクってんなと思っていいのがありましたね。ないですよ、本当に。人の話を聞いてるだけで、ほーっていうだけで。うん。そうだね。ないっすね。なんか怖い話でも、人の話を、まあ、それをね、喋ったりとかしてて、うん、それもいけないことなんだけどね。話ってさ、自分が体験したことをこう喋んないと、なんか嘘っぽく感じません？なんか人のを自分のことのようにこう喋ってるけど、なんか違和感感じるとかさ、うん、なんか具体的なこう地面が出てこないとかさ、そういうのがあって、なかなかね、あれっていうのはありますけど、うん、ありますよね、うん、またぎとかねそういうのがありますよね。ねえ、なんだろうね、うん、ないですはい、皆さんね、もし滑らない話があったら教えていただけたらと思います。うん、それで皆さん、さようなら。